みーみーチャンネル始まるよ。今日は矢印っていうお店に来てピザ作り体験をしてみたいと思います。行こう。こんにちは。どうも、はじめまして。ナイスミーチュー。みーちゃん、これからピザ作り体験ですね。世界で一番美味しいピザを作るからね。みーちゃん、彼氏いるの？ない。つけてない。そう、注文の中に入りたい。イエーイ、行こう行こう。この棒を使って生地を伸ばします。そうなんですね。十字みたいな形。本当だ。ピッツァ伸ばすの初めて。うん、ああ、楽しい。ピザピザ、手袋してるみたい。生地ができました。トマトソースをかけます。オッケー。あ、いいね。粉チーズをかけます。オレガノをかけます。これね、少量でいいよ。エビをのせます。はい。モッツァレラチーズをのせます。タコ、これ美味しいから、美味しいかもね。オリーブオイルをかけます。はい、オッケー。オーブンに入れて焼きます。330度。楽しみだね、焼けるの。緊張してんの？こんなね、みんな見られたらね。ちょっとよ、釣りなんだ。おー、こんにちは、言った？こんにちは。スリランカ語のこんにちはは何て言うんですか？アイボロワン。アイボロワン。おいしそう。できた。おいしそう。これね、エビの美味しいソース。マツタケ。うん、いいね。絶対美味しいよ。小松菜の綺麗です。ちょっと大人の味がする野菜なんでね。ちょっと苦手だったら外してもらう。ミミ好きだよ。あ、本当。さすが。じゃあ完成ですね。レモンガスなんて完成しました。じゃじゃん。早く食べたい。ミミすごいね、美味しそうだね。できました。いただきます。何が違うの？味が美味しい。ママも一個食べたいな。うん、美味しい。あ、ハマった。すごい豪華なピザじゃんね。食べましたね、ミミちゃん。ごちそうさまでした。おいしかったです。ありがとうございました。
めちゃくちゃ美味しいし、トマトソースにエビソースとかいっぱいかけてすごく美味しかったです。おまけにチョコレートアイスももらいました。バイバイ。